クリスマス来ましたね。いや、あれもしたですよ。あれがすごく、あれもいい試合で作ってたけど。だから、クリスマスどっちかというと、ほら、シュートと一緒で、結構でかくて、地味用の感じやったんで、やっぱフューリーっていう、もっとでかいやつ負けちゃったんですよ。
これ、ね、シャドウの時にこうポンプしたんで、そうじゃなくてここを開かないと直さずシャドウを打ってこのボールの方が落ちて手打ちになったら運極体でこっちはそう思ったんです。ただ手打ちでやっぱり打つだけのパンチっていうのは回転は速くなるんですけど軽いんですよ。ロカルに繋がらない。まあまあここノンガードでここに入ればまあいいんですよ。スターやるとき基本そのテープが全く握らない、そこまで あえて手打ちでやるわけじゃないですか。 あれで腰入れるとパニカ破壊されます。これ何かとかそうですね、まあ、マスの例外の一つとかすごく気持ちいい。こっちですか。足痛いことするんですが、今日は結構調整が遅いから1ラウンドでやってみよう。1ラウンドでスリッパ感じるんですか。俺が、うん、そんなのしたらミドルキックの人スリッパコンって飛ばします。飛び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 、スリッパ飛ばしたらあかんって言われて、膝が入ったんですけど、出てきちゃダメなんですか。何もしてない人からして、ドーンってやるのが多いですからね、この人らは。前の方が相手の人の3歳、ハゲ頭の柳なんとかっていうのと空手家がやって、なんか柳なんとかって YouTube に、なんか、弟子みたいな、こんなしたら、なんか、あれだけど、どうみたいな。え、中国武術の人か、柳なんとか。すみません。はいはい。空手家の人は高いですね。何回も何回もこういうことやられて。ルールを見たら、
目とかに実践なんで、それがじゃあ合気道だけやってキックボクシングに出て勝てるわけがない。変更できるようになってます。こんだけキックボクサーで強い人がボクシングに出て勝てないっていうのが一緒です。求められる技術がルールに違ってくる。Thank you.